皆さんこんにちは、しだる TV 石井亮介です。今日は、新メンバーをですね、ちゃんと紹介しようということで、2023年の最後の撮影から、実は参加をしてくださってますが、自己紹介をお願いします。純也悪こと芥川純也と申します。お仕事は？お仕事はですね。お仕事は。まあ今はグリッチっていうゴルフ情報サイトの編集長をしておりまして、その前はそこにいる白山さんと一緒にゴルフメカニックっていう伝説のメディアを作って買ってましたよ僕。ありがとうございます。コンビニで知る人ぞ知る。コンビニで買って谷正樹さんの特集とか見てました。そうそうありがとうございます。堀尾健さんとかね。っていうのを作ってたりとか、まあその後もいろいろパーゴルフにいたりだとか。あ、そうなんですか。パーにいたんですか。パーにいた。ゴルダイもいたし。で、なんか熱い人選手権のなんか殿堂入りっていう情報。あ、そうなん、そうなんです。ギアザルっていうゴルフネットワークでやってる花丸さんとキューピーさん、カロマスさんが出てるギアの番組で年に1回ですね。ギアに熱い人を集めてこうアーダコーダやるっていう熱い人選手権っていうのをやってるんです。そこでなんかこう毎年毎年こう一番最後に出てくる落ち担当みたいな感じで、いつか殿堂入りしてしまったんですね。3回出たらこう殿堂入りということで、ベストジーニス賞みたいなね。そうそうそう、もう出られないぞみたいな賞です。という芥川さんにですね、自己紹介を兼ねてですね、お厚手バッグを取ろうかというところで、これが真の弱者のセッティングだぞというのをね。どっちから行く？下から行く？上から行く？上から。上からです。じゃあまずそのペンペンを。はい。マンシングウェアのね。はい。ドライバーは今ステルス、初代のステルスを使ってます。10.5度。これね。ずいぶんここになんかあれがついてる人工芝の跡。ダブった。これはあれ直ドラの練習の。ちょっとして。あ、そうなんだ。これすごいんですよ。シャフト見てください。シャフトがね、G アスタスの V2 の 4S ですね。ああ、4S だ。4S ってなかなか見ない。なかなか見ないね。で一応スペックがここに。お。45.75インチ。ちょっと長くしました。10.35デグリ。はいはいはい。で総重量301.4グラム。いやね、何が面白いって230から250って距離がかかる。そうそう。ナイスショットするとこんぐらい飛ぶよっていうのを目安として。白井さん。心意気これ。心意気。頑張ればこんだけは飛ばせるぞと。これでみんなに笑われる。まあ笑うね。可愛いなと思う。いや最初はアイアンにつけてたんですよ。セットごとに飛距離違うから。はいはいはい。いやなんかどうせだったら全部につけときたいなと思って。あ、これ自作？あ、自作ですよ。数値だけCGA さんで測ってもらって、それ自分でテプラのネームランドっていう歌詞を。あ、でも。一応232ヤードは行ってるけど、どんなもんですか。一応ちょっとやっぱヘッドスピード40超えてるやつのととこ39.8 なんだ。ガチだよ。40404040。だけどマークが上がったら42ないじゃないかっていうクレームを私たちがしましてあ、いいんじゃない。今ガチシダ40って名前でいいじゃない。これね、僕の名誉のために言っとくとGC4 とかディテクトとかだと42出るんですよなんでこれ初代のままなんですか。2代目とかそれ以外にはこう目移りしなかったんですか。ですね、大体なんかこう1個飛ばし1個飛ばしで買い替えてて、M1、M3、M5、あ、M5 飛ばしたな、M6、あ、いや、M1 から M3 は飛ばしてないんじゃないの？ M2、あ、そうだね、そうそうそう、飛ばしてない、飛ばしてない、飛ばしてない、ごめん。あ、多分初代 M1、あ、初代 M1 買ってない。で、2代目 M1、2代目 M1 からの M3 だと飛ばしてないね。違う、そうそう。M3、その後がシムマックスで。SIM2 行かないでこっち行って、で今度ステルス2飛ばしたんで QIT どうしようかなっていう。おお、なるほど。っていう。買う年だね。買う年、今年は買う年になって。まあこれから毎年買うことになるんですけどね。そんな気もしてます。はい。ちなみに僕は QIT LS をさっきオーダーしましたので、はい。もう僕はもう QIT で待ってますよ。なんと買ったの？僕9度買いました。9度で純正シャフトで買いました。はい。純正シャフトを買えるやつ。そう。はい、続きまして、3番5番も。はい、ステルスです。こっちはプラスです。本当だ。その心は。その心はシャフトがカチャカチャできるから。はい。で、これはディアマナの WS のスプーンの方が 50S です。はい。で、5番が 60S です。これはドライバー用っていうかあれだよね。ていうかノットフォーセルって書いてある。そうなんです。これはですね。それなんか弱者感がしないんですけど、なんかこれは業界人風を吹かせて、ですね。僕は長いんで業界。ですよね。業界人風を吹かせ。何ヤードって書いてあるのそれ。これはね、200から220って書いてある。これはスプーンですね。これスプーン。でこっちはね、190から200。リアルだね。リアルだね。これは後でこうで打っていただいてトラックまで測ってでしょんぼりする。ありがとうございます。あ、さあユーティリティ、はいユーティリティがこの2本。ユーティリティは何番ですか？4番5番。なんかでも白山さんご自身弱者って言いながらなかなか難しいクラブ選んでますよね。なかなかなアスリートモデル。いやいやいや、ユーティリティのシャフトって軽すぎたり重すぎたりってすごい悩むじゃないですか。しますね。これ純正でちょうどいいのが刺さってるんですよね、重さ的に80グラム台。あ、カスタムしないでいいってこと。そう。そこに弱者感。何これ？天性のオレンジ。まあでもこれはほら一応カスタムシャフトとして売ってるやつでしょ。そう、純正カスタム。はい。純正カスタム。これはね、4番がこっちだ。シールあって170から180。覚えられないから。5番がね165から175だった。弱者感出てきたよ。もう1個言うとこのウェイトを軽くしてますね。純正は緑じゃないんで純正白感だから軽くしてます。売ってます。でアイアンがおっ急にシャフトにこうなんか80グラムぐらいっていうところが弱者感が出てきますね。じゃいや弱者感って怒られるよ。でも80グラムで弱者って怒られるよ多分。いや売りだから。222CB プラスですね。ブリヂストンさんの。ハマー上がりやすいですね。そう。僕これの前はあれちょっと待って。ユーティリティが何グラムでした？80グラム。でもねこれ80グラム台の下の方なんです。後半なの？でこっち前半なの。でこっち80グラム台後半なんだ。いやいや、ここが80だとてっきり90かなと思ったら80なんだと思って。でもこう表作ると意外とまっすぐなんです。これもともとは2CB とかのシダラウンドがあったんですね、ブリヂストンさん、その時に、純正カーボンは MCI の70っていうのが多分 BS さんのカスタムとか専用で作ったやつが入ってたんですけど、それがすごい良くて、でも70は軽い。そう、70はちょっと軽いなと思って80でオーダーしたというのはこれですね。アイアンが6番から。そうです。6から6、7、8、9ピッチングまで。そしてウェッジが年季が入ってますね。そうなんです。ウェッジが SM それいくつですか？ SM 50と56が SM3 で。つい最近2024年からアマチュアも使っちゃいけませんよ。ですよね。もうルール違反だよ。そう、もうルール違反のだ。今ちょっとウェッジをどうしようかなって思ってるんですけど、多分山崎さんのところの CGA ウェッジをちょっとぜひゲットしようかなと。石井亮介監修。それをちょっと買おうかなと思って。でも50と56でしょ。だからここは何か、これは何か考えなきゃいけないですね。これはピッチングが大体いつも大体45とか46とかそういうロフトのピッチングを使ってるんで、ちなみにピッチングはね110から115。なかなかこうこれとキャリーランなんで、はいはい、キャリーなんですか、キャリートータル、はい、なんで52とかにすると間が来すぎちゃうんですよ、ね、50だろうね、はい、で5660。SM4 はこれ4なんで溝規制5なんでまだまだ使えますでも多分56と60セットで買えると思いますね。まあまあ溝が減ってきてるよ、だいぶだれてるよね、うん、こっちとかもすんごい減ってる。でもだれた方がいいっていう時もあります、ね、でもね MCI80 だったけどこれは DG のウェッジシャフトなんですよ。これは何、これはもうフルショットほぼほぼしないんで、ね、バンカーとか50ヤードとか60ヤード以内ぐらいでしか使わないんで、うん、その使い勝手を考えて、重たいシャフトにしてます。でも SM4 を60度で使ってるってなかなかやっぱこだわってるかもね。この当時はもう58とかがね流行ってる頃だから、みんな5258ですよね。それを5660、ちょっとアメリカツアーっぽいのをもうすでにこの当時からですからね。そうなんですね。56なんてまあまあな使いっぷりですよこれ。これはもうすごい使ってます。で、これがですね、そうなんですよ。これはフルショットで使わないから、DG。50はフルショットするんだ。T はまあここから上はもうほぼほぼフルショットでしか使わないから80グラムカーボン。でこの間の50度ってフルショットもするし。コントロールもするし、そうそう、あと転がしとかランニングとかでも使うんで、これよりは軽くしときたいけどこれよりは重くしときたい。多分この初代のスピンミルドをきっとディアマナウェッジでしょ、多分日本中世界中でも数は少ないと思うよ。これは最新版だもんだって。そうそうそう、ディアマナさんの試打会に行った時に、はい、さっきの WS1 本とこれを1本いただいたんです。もう完全に業界人的なお土産で来てた人みんなもらってたんで、はいはい、で、まあ、せっかくもらったんだから使ってみようかなと思って、っていうかシダカのとこからすごい良かったんですよ。しかもそれを50度に入れるところがすごいよね56とかじゃないんだっていう。そうなんですよ。で56とかにも入れようかなって今ちょっと悩み中ではあるんです。5660にこれ入れて見てほしいですよね、うん、これのちょっと重たいやつあるじゃないですか、うん、それをちょっとこの下に入れるっていうのもありかなって思ってます。パターはなんか。パターは靴が入ってますけど。パターは靴なんだよ。はい。パタカバーにこれ子供用の靴です。はい。僕も昔やったことある。そうそう。これね、もう5、6足目ぐらいだと思います。ずっと靴。はい、で、これはデイトナゴーストっていう。はい。でここにキアマーさんのプリントと。はい、まあ僕の名前のプリントが入ってる。これはカールスバッドにテーラーメイドとか取材に行った時になんかいる人たち8人ぐらいでラウンドして一番良かった人にパター1本プレゼントするよって。一番良かった、一番良かった買って、それで送られてきたパターです。良かったですね。良かったです。でこれがね、この後いろいろ僕一応キャメロンとかトラスとかも持ってるんですけど、はい、これがなんかやっぱね一番合うんですよ。でも何がすごいです、そのシャフト。これはね、このデイトナゴーストって、はい、シャフトも黒くしたよっていうのがちょっと売りの一つだったんですね、はい、なんですけどこの辺がこう塗装がまだらに剥げちゃってでどうしようみたいな話を山崎さんとスタジオ CJ の山崎さんに相談したところ、これカッターで削れるよっつってこう綺麗にカッターで削ってくれて、そうだ一見、そう手作業、これなんか一見シャフトみたいに見えるでしょ。オデッセイのそうそう、一見シャフトみたいに見えるでしょ。違うんですよこれ、ペイントをこっから上剥がしてるだけですみんなに聞かれる。この辺が当たるからね。そうそうそう、この辺がね、そうそうかっこ悪くなっちゃってどうしたらいいだろうって山崎さんに相談したら、それこうカッターで削るよっつって。鉛はない。これは橋本さんってわかるかな、パッティングのはいはいはいコーチ正和さんのところに行った時にこうちょっとこう何回か打ってみたら、なんかこのクラブてか僕が遠側にちょっと当たりすぎてて、でこうやって芯どこだろうって探した時に芯が結構ヒール寄りだったんですね。なんでちょっと鉛張って芯を遠寄りにずらした方がいいんじゃないみたいなことをしたら、割とそうなんですよ、そのやっぱ開閉具合とかタイミングがすごい合うようになって、めちゃくちゃもう貼れるだけ貼りました。多分 4g ぐらい貼ってる。さあ、あとはボール何使ってるんですか？あ、ボールは今ですね、ツアー BX ですね。 BS さんの昔はナチュラル低スピン男って言われて、はい、すごいスピン量が少なかったんですよね。ドライバーのスピン量が2000超えないみたいな。羨ましい。むしろハイスピン男だったんで、ね。そうそう。で、はい、ブリヂストンさんの、はい、ボールフィッティングあるじゃないですか。はい、あれ行った時にもう芥川さんは XS 以外使っちゃダメですって言われたんですよ。はいはい、6年ぐらい前から。うん、なんですけど、その後なんかスイング改造したりいろいろしたりしてるうちに人並みにスピンが入るようになってきたんで、それでだったらちょっとは飛ぶ方がいいなと思って XS から X に移行したっていう感じですね。はい、そんなところでよろしいですか？はい、以上が純悪のホワッツインザバッグでした。いずれにせよシダル TV 新メンバーの芥川さん、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。